どうも本能の小物釣り師です。本日は石川県は能登半島、能登外浦でも、輪島市に来ております。この場所は輪島港の中でも、輪島市マリンタウンの前のところ、背後に、観光地のキリコ会館というところがあります。ここで釣りをやっていきたいと思います。さて釣れるでしょうか。釣り方ですが、今回は二刀流でやります。1本目の竿はこの4メーター弱の磯竿3号に、この仕掛けですね、堤防探り胴突きという、普通の針が、重りの上についた、3本針の仕掛けを、使っていきたいと思います。ここに餌置き網を直接つけて、堤防の足元に、垂らしておきます。何が釣れるかは、ほぼ初めて来る場所なので分かりませんが、まあ、こうやって餌を置いとけばそのうち何かかかるのではないかなと思ってやろうとしているところです。さらにここにカゴをつけまして、その中にコマセ、網姫を入れていきます。コマセも使って魚を寄せて、もう何としても一匹を釣ろうという、なかなか根性が入った仕掛けだと思います。コマセカゴは、小さめに閉じて、餌をゆっくり出します。まあ、一時にかけるよりも断続的にコマセを巻いていく感じで置いて仕掛けを垂らしていきます。仕掛けを底よりもちょい上ぐらいまで落としていきたいと思います。水深は5メートルは優にあると思いますが、10メートルはないのかな、そんなにどん深でもない感じです。まあ、普通の防波堤の水深のようです。一旦これを置き竿にしまして、次の2本目の竿を準備したいと思います。それでですが、胴突き釣りとジグサ引きの相性最悪です。何が最悪かと言いますと、ジグサ引きを投げた後で、胴突きに当たりが来ると、投げたルアーを放置して胴突きを上げなきゃいけないという、いや、この段取りの悪さは、非常に段取りが悪いです。というわけでちょっとジグサ引きを休んでるとこです。ふくらぎの狙い方はまた考えないといかんですね。はい。ここで釣り方を変更します。投げサビキにします。
竿は4メーターちょいの磯竿3号、浮きが6号のもので、重りは4号を使います。少し浮きの浮力を勝たせてあります。仕掛けは、このハリスが2号のものを使います。アジを狙うにしてはちょっと太いんですが、まあ、一つはワンチャン、サゴシとか、ふくらぎがかかった時に、もしかしたら上げられるかもしれないというのが一つと、あともう一つは、十分釣れたので、まあ、痛みにくい太めの仕掛けにして、まあ、仕掛けを温存しようかなと思っているところです。さらに餌をつけます。餌が余っているので、せっかくなので、サビキの針に、オキアミをつけてしまいます。で、コマセは、ロケットカゴに網姫です。では、コマセを入れていきます。Thank you.